や僕見てないねん。え？いや僕見てないねん。なんかして時間なんか面白いことして分かんない
F15 の着陸形態について少し説明いたします。 F15 の上に飛び出している板のようなものはスピードブレーキという装置で、大きさは畳2畳分もあります。これを開くことで空気抵抗を作り、高速の航空機を急減速させることができます。車輪はランディングギアと呼ばれる、時速 250km 以上の速度で滑走路に設置しても耐えることができる丈夫なタイヤです。皆様、よく目を凝らしてご確認ください。ランディングライトを点灯させながら時速約 280km で進入してきました。Thank you.
最後まで非常飛行をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様には2人の最高のフライトをご覧いただくことができたかと思います。以上をもちまして第303飛行隊ファイティングドラゴンによる非常飛行を終了します。航空祭はまだまだ続きます。最後までごゆっくりとお楽しみください。ただいま新日本を離れて大きな飛行機は東京羽田から日本航空客車です。会場左奥ではただいま陸路の航空機が離陸のための準備を行っています。羽田の飛行をご覧ください。進入してまいりました。
止まってるみたいな。はい、左通りに一周してきます。低速での安定性、エフリフションの動作、じっくりでご覧Thank you.
盛り込まれてきました。 AA ではダッシュ200、ダッシュ300カタオタオに国内線、国際線の用途に合わせた大阪のトリプルプラスを利用しております。本日の登場ルートは北田高校出発後を富士山の隣に見ながら小松高校へ小松高校に乗ってきます。以上、ANA 小松高校横須賀の山田由佳でした。ありがとうございました。お呼び出しを申し上げます。福井県南条郡よりお越しの岩崎宗次様、お連れ様がお待ちです。至急迷子センターまでお越しください。繰り返しご来場の皆様にお呼び出しを申し上げます。福井県南条郡よりお越しの岩崎宗次様、お連れ様がお待ちです。至急迷子センターまでお越しください。これから那須救難隊による救難展示を行います。我々小松救難隊は救難艦組織 U125A 救難ヘリコプター UH60J を保有し、捜索救助活動を主な任務としています。本日は我々が行っている捜索救助活動の一部を皆さんにご覧いただきます。ごゆっくりお楽しみください。ありがとうございます。
されないようご注意ください。本日のパイロットは市長航空学生の中村さんか副操縦士航空学生の中村さんかです。ありましたね。